ごめんなさい。本当に助かりましたわ。なんとお礼を言ってよいか。ええ、お前たち兄弟なんだ。そうよ、私たち結構仲がいいのよ。あなた方は旅をしてらっしゃるのですか。ええ、まあ遠足みたいなものですけど。いろいろ大変な目にもあったりするんだろう。大したことじゃねえよ。悟空の足がくせえとか、生臭坊主がしょっちゅう銃をぶっ放すとか、妖怪が攻めてくるとかね。お気に召しませんか。この町で一番の店だと聞いていたのですが。では私たちはこれで。助かったよ。どうもありがとうございました。バイバーイ。行っちゃった。道具、お前惚れたな。バカ言ってんじゃねえよ。一年中発情してるエロカッパと一緒にすんじゃねえよ。なめんなよ、いっぺん死ぬかこら。やれるもんならやってみろ。ブレーク、ブレーク。行くぞ。え、どうしたんだよ、三蔵。さっきからムスッとしちゃってさ。あまり奴らに深入りするな。え？深入りするとこうなるってことだ。でも偶然だ。これと姉ちゃんたちは関係ねえよな、悟空。それも偶然か。当たり前だ。バカめ。サト、危ない。サト、まだ偶然と言い張る気か。よくあることだぜ、理科の実験や料理の途中でな。勝手にしろ。じゃ、そうさせてもらうわ。五条、どこへ行くんですか。ち
ちょっくら小銭でも稼いでくるわ。出発は明日だ。お前たちも遅れるな。何をグズグズしている。奴らを殺すチャンスはいくらでもあったはずだ。その判断は私たちに任されているはずでは。貴様、俺に歯向かう気か。いいえ、私はただ、今すぐお前と可愛い妹たちを殺してやってもいいんだぞ。え？約束したはずです。妹たちには手を出さないで。ならば口の利き方に気をつけろ。安心しろ、三蔵どもを抹殺すれば約束通りお前の体から出て行ってやるし、お前たち4人も解放してやる。妹たちもさぞ喜ぶだろうぜ。ただし奴らを殺せたらの話だがな。あ、トンファ、おーい。ご長奇遇ね。ほんと奇遇だな。本当にすいません。重くないですか？あの、いえ、気にしないでください。こういうのは慣れてますから。ね、悟空。よく言うよ。大丈夫、悟空。大丈夫、大丈夫。こんなのへっちゃらさ。本当？大量、大量。今日はいつにも増してついてるんじゃねえの？調子はいかが？言うまでもねえよ。勝利の女神がそばにいてくれるんだからな。ガオー！あ、なにあれ？わあ、引っかかった。やっぱりバカザルね。ああ、言ったな。ガオー！勝負か、それとも。勝負よ。勝利の女神には逆らえねえな。勝負。くそ。失礼いたします。三蔵様が同じ宿にご逗留していると聞いたものですから。何のようだ？珍しいお酒が手に入ったもので、あの、先ほどのお礼にと思いまして。どうかしましたか？いや、あの、実は。飲みませんか？え？チューは美味しいですよ、これ。シャファ
帰りな。その気もねえ女を食うほど俺は落ちちゃいねえからな。五条。何もおっしゃってくださらないのですね。なぜ俺たちに近づいた。何を企んでいるのか知らんがやめておけ。それがお前たちのためだ。明日の朝までに立ち去れ。そして二度と俺たちの前に姿を見せるな。三蔵様、私にはわからないのです。進むべき道は一つしか用意されていないし、その道を進むしかない。でもそれが本当に正しいことなのか。何を勘違いしている。道が一つなんて誰が決めたんだ。そうですね、そうですよね。三蔵様、ありがとうございます。三蔵様、お願いがあります。もしそれでも道がなくなったときは。何でもありません。シュンファ。貴様、俺を裏切る気か。貴様、いや、妹たちの命が惜しくないのか。約束は守ります。私なりのやり方で。私にはあの人たちが悪人には見えない。それに私、あの人のことが。ならどうすればいい。私たちに選ぶ道はないわ。私はどうなっても構いません。だから妹たちには手を出さないで。姉さん、姉ちゃん。あの人たちを倒せばシュンファー姉さんから出ていくとあの妖怪は言っていたけど、でも本当にあいつの言うことなんか信用できるの。そんなことは関係ないわ。あの時シュンファー姉さんは私たちを命がけで救ってくれたじゃない。だから今度は私たちで姉さんを救うのよ。あなたたちは逃げなさい。私のことは忘れて新しい人生、道を進んでください。お姉様。行くぞ、悟空。ああ。あれは。現状三蔵。お命頂戴いたします。それがお前の答えか。いいえ、私たちのです。 あなたたち、なぜ。ごめんなさい、お姉様。でもこれが私たちの選んだ道なの。わかんねえよ。どういうわけなんだよ。
あの傷は寄生妖怪につけられた傷です。彼女の体内には別の妖怪が救っているはずです。そんな、だったらそのなんとかって妖怪をやっつければ。無理です。体内機関がどうかしてますから、寄生妖怪だけを倒すことはできません。それに寄生妖怪が宿主を離れると、その宿主は自動的に死んでしまいます。そんな、お姉ちゃん、おのれ、ならば死ね、呪われた体とともに。おっと、そうはいかん。お前は大事な人質なんだからな。貴様、バカな奴らだ。お前たちが余計なことを言わなければ、奴らの自我を保てたものを。だと？トーバー！やはり、彼女たちにも肉を埋め込んでいましたか。この上様が妹どもを放っておくとでも思っていたのか。てめえ、絶対許さねえ。いいのか、俺を傷つけて。この女たちはまだ生きてるんだがな。ユリ、悟空、しっかりしてください。でも、あれはトーファーなんだ。悟空、俺を殺せば女たちも死ぬんだ。無理だよな。お前たちなら殺せねえよな。三蔵様、お願いがあります。もし、それでも道がなくなったときは。それでいいんだな。何？お前発明運！魔界天井！これで終わりだ。やべえ、ダメだー、ダメだ、三蔵、手を離せ、悟空。嫌だ。いいから手を離せ。離さない、絶対離すもんか。だって、あれはシューファーなんだ。シャーファーもシューファーだって、せっかくトンファーと出会えたのに、なんで、なんでなんだよ。手を離せ、悟空。完全音菩薩。なんだ、待ったはなしだぞ。いえ、三蔵一行のことです。私は今更ながらにあの4人を選ばれた理由が分かってまいりました。ん？彼らは確かに破壊無惨が服を着ているような連中、しかしその生き様は時にいかな説法より雄弁ではないかと、そんな気がしてならないのです。んな、かっこいいもんじゃねえよ。あいつらはただそこに生きてるだけなのさ。龍砂の罠。
暑い。ただでさえクソ暑いのに、なんでこんな格好しなきゃなんねんだよ。砂まみれになりたきゃ脱ぎゃいいだろ。猿、喋らせんなよ。口の中に砂が入る。てめえこそあんまり酔んなよ。あっちってば。うるせえな。狭いんだよこの焼き猿が。誰が焼き猿だ、干からびたカッパ。やるかこら。そんなに冷たくなりたいか。結構です。ダメですよ三蔵、冷たくなる前に腐っちゃいますから。それにしても見渡す限り砂海原だな。涼しくなるように怖い話でもしますか。僕結構知ってますよ。いい、お前にだけは怪談話してほしくない気がする。あ、なあ、あれ人じゃない？おい、この砂漠抜けるにはあとどんくらいかかる？お兄ちゃんたち旅の人？この砂漠抜けるには一晩くらいかかっちゃうよ。ぎえ、マジで？それは困りましたね。近くに俺たちの村があるんだ。よかったら泊めてあげようか。やった。いやー、助かりました。ああ、よく旅の人がここの砂漠に迷い込むんだ。あんたらこの子に見つかってラッキーだったね。失礼ですが、なぜこのようなところに村が？ああ、少し前まではここも立派な町だったんだがね。1年前から急に砂漠が広がって、今はご覧の通りさね。なるほどな。つまり桃源郷の異変がこんな形でも現れてるってことか。おい、その服、まさかあんた三蔵保護士か。悪いけど、うちには止められねえ。予想を当たってくれ。おい、どっか案内してやれ。おい、ちょっと。君、訳を知っているみたいだね。よかったら話してくれないかな。1年くらい前、まだこの辺も町の一部だった頃、三蔵法師様が来たんだ。その人たち、お兄ちゃんたちみたいに旅の途中で立ち寄っただけなんだ。それでも偉いお坊さんが来たって町を挙げて迎えたんだけど、その噂を聞きつけた砂漠の妖怪が三蔵様を食べにやってきたんだ。なんでわざわざ三蔵を食べにやってきたんだよ。三蔵ってうまいの？なあ、それってお前が言うとシャレになんねえぞ。前に雲女も言ってたな。徳の高い坊主を食べると寿命が伸びる。それが妖怪たちの間での言い伝えだと。つまり最高層三蔵法師は妖怪にとって最高の漢方薬みたいなもんですね。それってマジな話？さあな、あいにくと食べられてやったことがないんでわからん。で、その三蔵は？あっさりさらわれちゃった。あっさりか、三蔵なのに。三蔵だからって鬼のように強いとは限らないでしょ。きっとちゃんとした真面目な普通の三蔵だったんですよ。ああ、なるほど。何が言いたい？とにかく俺たちがここにいると、またいつ妖怪が襲ってくるかわかんねえってわけだ。ごめんなさい。しょうがねえじゃん、気にすんなって。それじゃあ僕らは早々に退散した方が良さそうですね。どうかしましたか、三蔵？ちょっとな。おい子供、その砂漠の妖怪どこにいるかわかるか？大体はわかりますけど。よし、案内しろ。おい、ちょっと待てよ。妖怪退治にでも行くつもりか？正義の味方じゃあるまいし、わざわざこっちから出向く必要ねえじゃん。そうだよ、危ないじゃんか。何か考えがあるんですね、三蔵。まあな。お出かけですか、王子様？嫌なやつに。ニー・ジェンイだ。あんたの悪ふざけに付き合っている暇はないんだ。失礼する。また三蔵一行の抹殺ですか。
東方の砂漠に天地開元経文の一つがあるという情報が入った。最も大事なことは牛魔王の復活。そのためには5つの経文を集めること。三蔵一行の抹殺よりもそれは優先される。そしてそれは全て母上のために。泣かせるな。シク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 。ほら行くぞ。こう大事なものは、大事なものは手放しちゃダメだよ、王子様。何が言いたい。単なるアドバイス、いや忠告かな。じゃあね。お兄ちゃん、またオイラを置いてどっか行こうとしたな。ラオネちゃんに聞いたぞ。すみません郷外寺様、つい口が滑って。お前を城から出すなと玉面公主に命じられてるんだ。おとなしく待ってろよ。あ、お土産にうまいもん買ってくるからな。大事なものは手放しちゃダメだよ。言われるまでもない。俺はそのために生きるのだから。リリンは頼んだぞ、ヤオネ。はい郊外寺様。なあ、本当にここ？あの男の子が北北東に5キロと言っていたから、この辺りのはずですよ。真面目な三蔵を食べたっつう妖怪の居城は砂の中なんだとさ。じゃあどっから入りゃいいんだよ。なあ三蔵よ、なんでまた妖怪に会いに来たわけ？その三蔵法師が本当に殺されたのだとしたら、三蔵法師が守るはずの天地開元経文、その中の一つがまだここにあるかもしれん。牛魔王サイドは経文を集めているらしいですからね。奴らの手に渡る前に見つけなければ。あ、どうした僕。うわあ、なんだよこれ。あ、何やってんだってめ。あ、嘘だろう。おい悟空、悟空三蔵、なんだよこれ。わなか。そのようですね。悟空、悟空、三蔵。ダメです、お前まで引きずり込まれて。リリン様、こちらにいらしたのですか。玉面講師様がお呼びですよ。ねえヤオネちゃん。はい。お兄ちゃんの母上は優しかったのかな。お兄ちゃんの大好きな人なんだからきっと優しいんだよね。オイラの母上はオイラのこと嫌いみたいだけど、お兄ちゃんの母上はオイラのことを好きになってくれるかな。リリン様、もちろんです。その証拠に郊外寺様も私もリリン様が大好きです。うん、オイラもお兄ちゃんたち大好き。無理です、お師匠様。お気持ちは嬉しいですが、俺は三蔵法師にふさわしい人間じゃありません。光竜、三蔵に選ばれる基準などもともとないのですよ。私が見定めた13年の時をかけて、三蔵に必要なのはその強い肉体と、それにも増して強い心。強くありなさい現状三蔵法師。それがあの方の最後の笑顔、それがあの方の最後の言葉、そして最後の願い。光明三蔵、俺の師、俺の父、俺が認めたただ一人の三蔵法師。三蔵、俺はあの方と同じ名で呼ばれることで弱い自分を戒め続けてきたんだ。
どこだここは。そうか、砂に飲み込まれて敵の根城に招待されたってことか。腕が、いや体全体がしびれて動かねえな。金縛りの妖術か。あらお目覚め、ゆっくり寝てらしてねって言っても起き上がれないでしょうけど。私はこの城の主レンリー、ご機嫌いかがかしら三蔵法師様。最悪だな。それは残念ね。あいつらはどうした。別室で丁重におもてなししてるわ。それにしても驚いたわね。のこのこやってきた三蔵はあなたで二人目よ。三蔵を食べたのか。おいしくいただいたわ。見た目は最悪だったけど。怯えないのね。どうして。別に。前に来た三蔵は震えながらお経を唱えてたわよ。高僧なんてみんな堅物のじじいかと思ってたけど、こんなに若くて綺麗なのもいるのね。気に入ったわ。不老不死を手に入れたんだろう。三蔵を二人も食べてどうする。せっかく飛び込んできたごちそうですもの、食べなきゃ失礼じゃない。じゃあなぜ不老不死を望む。あら、女心がわからないのね。女はいつまでも若く美しくありたいものよ。笑わせるなよクソババア。なんですって。厚化粧で隠しているつもりか。無駄な努力だな。ヘドが出るぜ。訂正なさい。あなた自分の立場ってもんが分かってないわね。いつだって殺せるのよ。勝手にすればいい。その醜い姿で永遠に生きなきゃならん貴様がいっそ哀れだな。おーい、出せよ。こら、聞いてんのかよ。やめとけば、体力無駄だって。聞こえたって出してくれないですよ多分。それにいつかのローとは違って、さすが妖怪を頑丈にできてら。だって三蔵がいねえじゃんか。狙われてんだろ、危ねえって。あいつがすんなり食べられる玉が。まあ僕たちは食べられる心配はないでしょうから、三蔵を助ける前にここから抜け出すことを考えなきゃですね。ああ腹減った。三蔵が食べられる前に。悟空が餓死しますね。あ、これ何の音。おいおい、幻聴か。違うって、なんか髪が擦れるみたいな音が。あっ、うわー、サソリじゃんかよ。砂漠ですからね、サソリの一匹や二匹は。一匹や二匹なら許せるんだけどよ。これって明らかに人為的でないよ。いい気になりやがってこのガキが。強くありなさい現状三蔵法師。お師匠様、俺は気に入らねえ召しやがって。何が三蔵だ。所詮貴様らなど度胸するだけのただの人間じゃねえか。そうかもな。守れなかった。餌なんだよただの。なぜ動ける。貴様に散々殴られたおかげで妖術から覚めた。確かに三蔵はただの人間だ。だから人だって殺せる。ましてや妖怪のお前ならなおさらだ。このどうするよ。壁をぶち破るしかねえよ。ダメや。やれやれ。はっかい、一人で落ち着いてないでなんとかしろよ。そうですね、脱出するにはこの壁しかないんですが。だったら早くそこぶっ壊せよ。でもね、やめといた方がいいと思うんですけど。何言ってんだよ、サソリに刺されてるのか。赤い早く。わかりました。はっ、
やった。よし行こうぜ。何してんだよ八海。置いてくぞ。俺を殺すだと忘れたのか。俺は三蔵を食った不死身の体なんだぜ。滑稽だな。そんな噂をまだ信じてるのか。何、ただの人間を食べて不死身になれると本気で思ってやがるのか。今の貴様が不老不死だという確証がどこにある。試してみるか。やめ、こんな。おお、不死身でも痛みは感じるらしいな。頭や心臓ぶち抜いたらさぞかし痛いだろうぜ。くだらねえ、くだらねえんだよ。何やってんだよ三蔵。こんな拷問めいたことお前らしくもねえ。俺らしくない。俺らしいってのはどんなだ。三蔵、悟空。何すんだてめえ。殴れよこのバカ猿って言ってハリセンで殴れば。それが俺の知ってる三蔵だ。三蔵を取り巻いていたトゲトゲしい空気が一瞬で。やはり悟空にはかないませんね。おい、一つ聞きたいことがある。俺がつけていた経文と、それから貴様が殺した三蔵が所持していた経文、どこにあった？経文だと。前の三蔵の経文はこの城のどこかに捨ておいてあるはずだ。お前のならその後ろの棚に。あれか。ふっ、危ねえ三蔵。傷塞げ八海。分かってます。これは俺の爪はサソリの毒針になってるんだよ。もちろん致死量のな。てめえ絶対許さねえ。ちいなあ。おい、おかしいな。情報では凶紋を持つ妖怪の城はこの辺りのはずだが。ん？どうした独学。いや、なんか白いもんが埋まって。おい、こう、こいつ。ぎ、待った。いいえ、待ったはなしです。背中に爪の跡でも残されたか。鋭いね、じいさん。まあ、これも男の解消ってやつ。最悪ね。玉面公主様もなぜこんな男なんかと。そんなに好きなら抱いてもらえば。それともあんたが抱く風か。あのさ、一つ聞いてもいい？あんた誰のために生きてんの？破滅への暴走。舐めた真似してんじゃねえぞ。今すぐ毒を消しやがれ。誰が。
殺されてえのか。殺せるものか。俺は三蔵を食って不老不死になったんだ。だから死ぬのは貴様らだけだ。そんなバカな。俺は死なない、死なないはずなのに。たく、世話が焼ける奴らだ。サンゾー！大丈夫、気絶しているだけです。でも困りましたね。サソリ女さんを殺してしまったら、それこそ解毒剤が。ち、使えねえ。何が俺は死なないだ。所詮不老不死説も出まかせに過ぎなかったってことなんでしょうね。おい、こいつまた暴れ出すんじゃねえか。リクドン時と同じシチュエーションだぜ。八海、どうすればいい？どうすれば三蔵を助けられる？三蔵言ってたじゃないですか、そいつらは死なないって。だから僕らはそれに応えなきゃいけない。自分が誇れるだけの強さで。そっか、うん、強くなる。何かしら方法はあるはずです。大丈夫ですよ、この人がそう簡単に死ぬわけないですから。ああ、とりあえずは地上に出るのが先決だな。ええ、昨日寄った村に戻れば血清ぐらいはあるかも。砂漠にある村でしょ、サソリの毒には特に気を使っているはずですから。だけど出口はどこだよ。どっから入ったのかもわかんねえのに。なんだ？どっかが崩れた音がしたぜ。まさか。ここって地下じゃないですか。まあな。僕たちさっき牢獄からどうやって抜け出しましたっけ？壁突き破って。もし地下の中枢部に当たる壁が壊れたらどうなります？どうって？上の砂漠の重みに負け。早く言え、そういうことは。だからさっき止めたじゃないですか。出口を探すどころか、この部屋からも出られなくなったぜ。どこかに通気口がなんかねえのかよ。そうだ、忘れてた。何やってんだ八海。凶門です。魔天凶門ともう一人の三蔵の凶門を。あった。でも魔天凶門だけか。おい、なんかやべえよ、天井が落ちる。五条、これ持ってて。あ、あれ、あいにく頭上しか守れませんからね。足元埋まらないように注意してください。注意だって。あっ、八海が埋まっちゃうじゃねえか。厄介だとは思わなかったぜ。
せ八海。こんなの持ちこたえてたらお前の結果ぶち切れるぞ。ここで全員生き埋めになるよりマシですよ。防ぎきれない。そう、大丈夫か？それより今のは、白龍。ずっとここで待っていたんですか？この炎天下でずっと僕たちを。相当弱ってるな。これじゃとても、僕たちを乗せて運ぶのは無理でしょう。そんな三蔵。おい八海、カッコつけやがって。無茶すんじゃねえよこのバカ。すいません。俺が惨めだろうが。やはり貴様らか。後悔寺。しかし変われば変わるものですな、あの悟空という子供。この天界へ連れてこられた500年前はただの小猿同然であったのに。だから生き物は面白いのさ。はあ。普遍のものなんざ嫌いだね。退屈だよ。そういや、こんなセリフ前にも誰かに言ったっけな。後悔寺。貴様らこんなところで何をしている？さっきの赤い風はあなただったんですね。お前が助けてくれたの？サンキュー。勘違いするな。たまたま通りすがっただけだ。そうだ、三蔵が妖怪の毒にやられてやべえんだ。なんだと？あの薬使いの姉ちゃんいないのか？八尾根なら今日はいねえぞ。お前らこの砂漠の妖怪に会ったのか？ああ、もう死んだけどな。おい、その妖怪が天地開元経文の一つを持っていたはずだが。っておたくら、もしかしてここに経文探しに来たのか？だとしたら無駄だと思うぜ。全部砂の中だ。掘り起こすしかねえよ。摩天経文は取り戻したんですけどね。最悪だな。経文探しを任された途端こいつらと鉢合い、おまけに経文はこの広い砂漠の下とは。いや、経文ならもう一つ。おい、どうする気だ悟空。三蔵おぶってく。バカ猿が。この炎天下の中を何キロもか。無理だって。だってしょうがねえじゃん。時間がねえだろ。白龍だって使えないし。だけど三蔵は死なせねえ。大事なものは、大事なものは手放しちゃダメだよ。ああ、そうだ。分かっている。もう俺は後戻りなんざできない。待て、悟空。
向こうに俺たちが乗ってきた飛竜がある。それを使えば簡単に近くの町まで行けるだろう。貸してやっても構わん。ただし俺を殺せたらの話だ。俺たちが勝てば魔天教門をもらう。貴様らが勝てば飛竜は貴様らのものだ。決着をつけよう。ガイジ、どうしたの？お前、なんか変だぞ。悟空、避けて！何をためらう？ゴーガイジ、間違えるなよ。俺は貴様の敵だ。貴様に戦う意志がないなら、教門はいただいていくまでだ。残像に触っちゃねえ！残像！悟空、残像は僕に任せて戦いなさい。郊外寺は本気です。おそらく彼は何かとても大事なものを背負って戦っている。今のあなたになら分かりますよね。大事なものを失いたくないという思いが。郊外寺、お前はそれでいいんだな？俺はもう後悔しない。そうか、なら俺も止めねえよ。危ねえ！俺の存在を無視して話進めてんじゃねえっての。いじけちゃうぜ。俺が相手じゃたまんか、佐五条。上等だぜ、独学寺。遠慮しねえで受け取んな！郊外寺、こっちは任せろ、行け！なあ、八戒。え？後でどうにかして俺を止めてくれる？悟空、まさか。俺、今のままじゃあいつ殺せないから。だけど負けらんないから、頼むな、悟空。なんだあのバカ猿が。闇の中から連れ出してくれた。太陽よりも、もっともっと眩しい世界をくれた。なんでだろう。よく覚えてる。もっと、ずっと昔から、こんな思いを、俺は知っていた。失いたくない！これが本来の姿、孫悟空。消えた。
なんだよ今の。消えたんじゃない、見えなかったんです。早すぎて。くそ。おそらく陸道の時なんかとは比べ物にならないほどにスピードアップしています。肉弾戦じゃ歯が立たない。ならばオンサラマギャーテーギャーテーオンキリキリオンキリキリギャーテーソワカノーマクバラサカンカンノーマクバラサカンカンボージーソワカアラソーギャーテーオンマニウンハッタんかい。召喚魔を消し去っただと？あなたならどう思いますか？こんな悟空の姿を。誰のために生きてるかですって。答えられないなら教えてあげよう。人はみんな誰かのためにと口ずさみながら、誰もが自分のためだけに生きて死ぬんだ。